ブレーキ握ったまま左右の確認、右、左、右の後ろ、安全だったら進んでください。名古屋の中村警察署で一日警察署長を務めたのは、元中日ドラゴンズの吉見和樹さん。現役時代コントロール抜群だった吉見さんは、初体験の電動キックボードもうまく制御できたようですが、簡単だなと思いました。ただ思ったより加速が、強いのと、勢いが出るのかなと感じたので、慎重に丁寧に、乗ってもらいたいなと思います。道路交通法の改正で、今月から16歳以上は免許なしで乗れるようになった電動キックボード。一方で今月7日には、北海道で運転中に転倒した60代の男性が意識不明の重体になるなど、事故の増加も懸念されています。警察はルールを守り、思いやりの心を持って運転するよう呼びかけています。